ご紹介いただきました通り、私は原発事故の取材をずっと続けておりまして、てか続けるつもりもなかったんですけど、いつの間にか10年経ちました。で、この10年ずっと東京電力や原子力規制庁や経産省やいろんなところを取材していますと、事故直後より今の方が残念なことがとても多いです。まあ、そのタイトルにもありました通り、いろいろな設備や、まあもう人間自体が劣化していってるっていうのがすごい残念なことです。そしてもう一つ残念なことは、関心が、世の中の関心が薄れてることです。取材する記者も減りましたし、その取材を注意して見てる人たちも減りました。原発事故の取材、特に東京電力は2011年はニコニコ動画とか IWJ とかインターネットの独立メディアも取材しに来ていたのですが、もう何年も前からニコニコ動画も IWJ も取材には来ていません。これは何もこう広告会社とか政府とかの圧力関係なく、インターネットの独立系のメディアは社会の関心さえあれば、見てる人が多かったら中継する組織なので、もう見てる人が激減したので取材がなくなったということです。で、設備の劣化、これも大変大問題なんですね。不適合という東京電力がこう日々何かちょっと不具合が起こったことをこまめに出しているものがありまして、そこを私毎日ずっと見てるんですけど、もうその10年原発事故が続いていることの、もう様々な不適合がたくさん出ています。例えば陸側遮水壁、いわゆる凍土壁ですね。凍土壁は初めは7年間の運用の計画で作られたものだったんですけど、一時的な仮の設備だったんですね。原子炉建屋に地下水がたくさんたくさん毎日流れ込むので、それを原子炉建屋の周りを凍らすことによって地下水の流入を防ぐというためのものでした。まあまあ今考えても、なんていうか荒唐無稽な話だなと思うんですけど、その凍土壁、7年の運用の計画で作られて、工事が始まって、一番初めに始まった部分は2014年なんですね。つまり2021年でもう7年経ってるんです。するとどういうことになるかというと、あちこちからもう漏洩がひどくなったりとか、あと、固着って言いまして、錆びついて、さまざまなバルブとかレバーが動かなくなってる、そういう状況です。で、凍土壁だけでなく、いろいろな設備がもう劣化が進行してひどい状況になっています。と同時に、働いている作業員の方々、東京電力の社員の方々も劣化していってるんですね。で、事故当初は新人の方々の原発事故の作業、原発の作業に初めて携わるという、働いて1ヶ月とか2ヶ月とか、新人の方々のヒューマンエラーが多かったんですけど、もう4、5年前から続いているのは、東京電力の社員や、いろいろな元請け企業の責任者、ベテランの方々のルールを軽視することによる不適合がたくさん相次いでます。先月も東京電力の社員の、内部被曝があったんですけど、それもちゃんと装備をしていなかったとか、本当は、4人する作業のところだったんですけど、2人しか作業計画に名前がなかったりとか、ちゃんとこう作業前の現場のミーティングをしていなかったりとか、そういうことで先月、東京電力の社員の2人の内部被曝の事故が発生しました。もうルール軽視してるからなんですね。で、いわゆるアルプス処理水の海洋放出です。もうこれもずっと取材してるんですけど、2013年に経産省でトリチウム水タスクフォースというのが立ち上がってから、まあもう結論ありきというか、ゆくゆく海洋放出をするために何年も何年も話し合いをしているという、アリバイを作るための検討会が続いていました。で、政府方針で海洋放出が決定され、今年の8月にそれを受けて東京電力が具体的な計画を出してきたんですね。で、海洋放出、風評被害払拭のためという理由ですが、福島第一原発の沖合1キロメートルに処理水、汚染水を希釈したものを出すという計画を突然今年の8月に出してきたんです。で、沖合1キロに出すというのは、その取材陣にとっても寝耳に水だったので、
今年の8月のその計画が出てきた記者会見はとても長かったんですね。そういう寝耳に水の計画を時々東京電力を出してくるんですけど、まあ、それで一番印象的なのは凍土壁ですね。凍土壁も寝耳に水でパーンって出してきた計画でした。で、原子力規制庁というところが本来いろいろな計画を規制するところなんですけど、現在このアルプス処理水の海洋放出にかかるいろんな設備の計画というのは東京電力が実施計画というものを立ててから原子力規制庁に提出して規制側がそれを議論していくんですね。審議して、まあ、許可を与えるというのがこう建前なんですけど、東京電力は未だにアルプス処理水の海洋放出の計画、実施計画を立てていなくて、規制庁に提出していないんですね。なので、現在原子力規制庁は毎月東京電力に来年度アルプス処理水の海洋放出をしたいなら、早く実施計画を出しなさいと。規制庁に計画を出さなければ審議ができないので、できるだけ早く出してくださいと、毎月毎月東京電力に言ってる状況なんです。っていう状況にもかかわらず、先月末から海洋放出のための、工事が始まりました。で、まあ私ね、ずっと東京電力に行ってるので、工事始まったけれど、これ実施計画を規制庁に提出していないのに、工事を始めていいのかということをずっと質問してるんですね。まあ東京電力は、この工事は、沖合1キロに放出するけれど、この工事は海洋放出の実施計画に当たらないっていう回答なんです。なんでかというと、ちょっと細かい話ですけど、海洋放出の計画、タンクの水を、汚染水が入ってるそのタンクの水を陸地の立て坑というところで海水を混ぜて、まあ海水に近いぐらいに希釈して、そして沖合1キロメートルで放出するという計画なんですね。まあ、沖合1キロで放出するというのは、まあ、東京電力の説明では、その方が風評被害を払拭できるためというのが理由だそうです。沖合1キロで。で、東京電力の主張は、この立て坑で海水を混ぜてほとんど海水に近いものにするので、立て坑からこの海底のトンネルというのは放射性物質がほとんど入っていないため、希釈しているため、海水と同じようなものなので、原子力規制庁の議論にかかる放射性物質に関係する設備とは関係ないんだと。立て坑以降は雨水を流す、溝のような排水路のようなものと同じと考えているので、立て坑以降海底トンネルは実施計画に関係ないというのが東京電力の回答です。でもすぐね、規制庁にね、取材しますと、規制庁はそんなこと東京電力に言った覚えはないと。立て坑以降が実施計画に関係ないかどうか、実施計画を見ないと判断できないっていうのが規制庁の回答なので、今でも、まあ本当にこのアルプスの処理水の汚染水海洋放出に関しては、もう既成事実をどん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 作って海洋放出に向けて動いていこうというような、そのような動きを取材をしていて感じています。で、今年の8月にその、まあ、東京電力がいろいろ発表してきた海洋放出に関する計画の中で、もう本当これ皆さんにしていただきたいものの一つとして、風評被害払拭のため東京電力は魚介類の飼育実験をするということを盛り込んでいたんですね。で、その内容というのが、9月になってちょっと詳細が出てきまして、ヒラメを、魚のヒラメをアルプス処理水の、海水で希釈したその希釈したもの、海に流すものの水槽に入れて、それでヒラメを飼育して、それをオンラインで中継して皆さんに見ていただくっていうんですね。それが飼育実験の中身でした。で、まあ、まあ私もね、もう記者会見でそれが出てきたときびっくりして、どういう調査をするんですかと。何を比較して、どういうことを調べたいからそのような実験をするんですかって聞いたんですけど、そして東京電力の回答がすごかったです。これは実験ではなく、飼育実験だと。これどういうことと思ったんですけど、科学的な調査をして、何らかの変化があったかどうか、数字を見せるのではなく、泳いでいる姿を、水槽で泳いでいる姿をオンラインで中継して、皆さんに、国民の皆さんに見ていただくことで、安心を感じていただく飼育がメインです。
って言われてびっくりしたんですね。で、具体的なこう論文のような調査をしないということで、それで、まあ、そのひらひら泳いでいる姿を皆さんに見ていただく、オンラインで見るのがメインだということで、他の記者さんが、ヒラメは海底にじっとして死んだような状態になっているので、ひらひら泳がないけど、それで本当に安心は得られるのかみたいな、逆みたいな質問が出たりとかして、そういうようなことも東京電力は計画しています。でも一連のことをずっと取材して、私がずっと感じているのは、私たち国民は舐められてるっていうことなんですね。ひらひら泳いでる姿を見て安心させるなんて、もうどういうことと思うんですけど、そのひどい状況が、まあ、なかなか世の中に伝わらないので、それをこう、まあ、新聞記事にしたところもちょっとだけありましたけど、東電がそんなに、東電や経産省や国がそんなに私たちを舐めてるっていうことが、なかなか共有されないので、怒る人が少ないのではないかと思っています。で、今日ちょっといっぱいお話ししたい話があったんでした。この話で長くなってしまった。で、来年、訴訟が、まあ、原発事故の訴訟もたくさん取材してるんですけど、全国で集団訴訟が、30件ほどありまして、そのうち先行している4件がもう最高裁に入るんですね。群馬訴訟、千葉の第一陣、生業訴訟という福島県の、方々がメインの、原告の方々がメインの集団訴訟で、原告が一番多い訴訟、大きいところです。生業第一陣と、あと愛媛訴訟、この4件が来年早くも最高裁に入ります。で、全国で行われている集団訴訟、地裁とか高裁レベルで判決が出ているところもありますけど、ほぼほぼ国や東京電力の責任というのは大体認められてきたんですね。最高裁でも、このままうまくいけば、もうみんな全力でいけば、いい判決が出るのではないかと予想されていますけれど、それは国や東京電力の責任論という話であって、損害論、どれくらい被害を受けて、どれくらい賠償すべきか、国や東電は賠償すべきかというところは、原告の主張はほとんど認められてないんですね。これ、ずっと取材をしてきて私思うんですけど、それは被害の調査がきちんとなされてないからだと思います。汚染の調査とか、健康影響の調査とか、いろんな被害の実態がちゃんと調査されていない。で、まあ、その被害の実態の一つとして、県民健康調査というものがあります。福島県の方々、原発事故の後、福島県の方々の健康調査をしているのが県民健康調査なんですね。で、その県民健康調査検討委員会の委員の一人に、環境省の環境保健部長の人が2012年の第5回からずっと入ってるんです。もうそっちもずっと取材してるんで、ひどいとずっと腹立って怒ってるんで、その話もさせてください。環境省の環境保健部長、どういうところかというと、公害の対応をする部署なんですね。2012年の第5回に検討委員会に入って、委員として、まずオブザーバーで入ってきた時の環境省、環境保健部長の挨拶、読みますね。議事録にあるんで、ぜひ皆さんチェックしてください。私ども、環境保健部では、古典的な公害病であります、水俣病や大気汚染などを担当しております。そうした経験やノウハウの一部が活用できればと、もう自己紹介で、水俣病の公害のノウハウが活用できればということを言ってるんですね。第8回からオブザーバーから委員になりました。その時の自己紹介。もともと私どもの部は、水俣病であるとか、痛い痛い病、大気汚染などの古典的な公害病の患者さんの健康の増進、被害の防止、あるいは補償救済といったことをやってまいりました。もう、公害をずっと、水俣病の訴訟とかも取材をさせていただいてるんですけど、もう環境保健部がどれだけひどいことをしてきたかっていうのが、訴訟の中でもありありと出てきているので、まさか環境省、環境保健部が、水俣病のノウハウを生かして、それで原発事故後の健康調査に委員として入ってくるとは私は思わなかったんです。で、どれだけひどいことをしてきたか、環境省の水俣病のノウハウを、環境省がやってきたことを知らないといけないのは、私たち市民側の方で、環境省、環境保健部がずっと、公害のノウハウ、健康調査とか言いながら、それで原発事故後の県民健康調査に入ってきてるっていうのは、国側はもう初めからこれは大きな公害として、そして健康調査に関わってるということなんだと思います。なので、訴訟で言うと、原告の調査を加害、被告側が、ん?違う。原告の調査を被告側がしてるということ。被害者の調査を加害者側がしてるというような状況になってるんですね。このような状況なので、損害論の、
こう訴訟での判決というのはなかなか被害者側市民側にいい判決が出てこないと私は思ってます。で、まあ、そう水俣病の取材もしているのでちょっとだけその話もします。先月末、先々月に猫実験小屋のこう補修を水俣に行って手伝ってきて、その時に聞いた話なんです。水俣病というのはもうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、新潟水俣病があって、で新潟水俣病の患者の方々が水俣に来て、そして一旦水俣病の患者の戦いというのはうっかりもうひどい状況で騙し討ちのように和解というものに和解書にサインをさせられて無理やり終わらせられてしまったんですけど、新潟水俣病の人たちが水俣に来てもう一度立ち上がろうと、我々は曖昧な解決をしないと、水俣の皆さんも一緒に立ち上がろうということで水俣の戦いが再燃して、そして訴訟が次々と起こって勝っていったということを水俣の方々に取材をして伺いました。で、それで水俣病は残念ながら水俣だけでは戦えなかった、勝利を勝ち、まあ、判決で勝訴は勝ち取れなかったと、新潟水俣病の人たちが来てもう一度立ち上がったからこそ再燃したんだっていう話を聞いて、私は原発事故が福島第一原発事故だけじゃなくて、どこか日本のどこかよそのところでもう一度原発事故が起こらないと世の中が変わらないとしたら、それは本当にひどいことだと思うので、そんなしょうもない結果になる前に、悔しいけど一つ原発事故が福島で起きた時点でなんとか原発を止めたいと本当に思っています。あとちょっとだけ、ちょっとだけ私のデマが押したのであと 2,3 分ください、よろしくお願いします。ドイツで2014年から私たちおしどりはドイツに毎年行ってるんですけど、ドイツは日本の原発事故を見て、政策で脱原発に舵を切った初めての国です。で、ドイツがどういう状況なのかというのをずっと知りたかったんで毎年取材をさせてもらいました。メルケル首相が先日退任されましたけど、メルケルが脱原発に舵を切ったんじゃなかったんですね。ご存知の方も多いと思いますけど、2011年原発事故があって、でドイツで初めてあった地方選挙で、その後初めての地方選挙で脱原発の緑の党が圧勝して、もともと原発推進だったメルケルの党は慌てて脱原発に政策に舵を切ったんです。で、2014年から取材をしていますと、そのメルケルじゃないんだと、我々が脱原発を推進してるんだということを市民のあちこちの方々がおっしゃってました。2014年はノーメルケルっていうデモがあって、メルケルの脱原発は遅すぎるっていうデモもあったんですね。で、ドイツの脱原発の市民団体の方、今何をしているのかっていうと、もう脱原発決まったから何してるのかなって取材しに行ったら面白かったんですよ。今後原発が、廃炉になっていくにつれて放射性廃棄物がたくさん出てくるので、その放射性廃棄物が適切に管理されるように市民団体が監視していくという運動をたくさん起こっていて、市民団体も放射性廃棄物の監視の役割に入っていくシステムをどんどん作ろうとされています。で、もう一個面白いのが、ドイツは今もう自分とこの国の脱原発は決まったので、よその国の原発も止めに行ってるんですね。ドイツは2016年ベルギーのティアンジ原発とドール原発に稼働停止を要求しました。ドイツの政府がベルギーの政府に要求したんですね。で、ドイツの政府は今、2019年スイスの別の原発にも稼働停止を要求しています。これは政府が決めたんじゃなくて、市民運動でよその国の原発も止めるべきだと政府を動かしたと、そう言っておられました。で、ドイツすごいなと思うんですけど、市民の方々が学校だけじゃなくて普段から原発事故の話をめちゃくちゃしているということに驚いたんですね。2018年か、ドイツの高校で原発事故の話をしていた時、めちゃくちゃ原発に詳しい人たちが、学生がたくさんいて、で2011年の事故に詳しい人もいたので聞いてみたんです。なんでって、2011年あなたたち小学生だったのになんでそんな原発事故に詳しいのって聞いたら、一人の高校生の男の子が教えてくれました。2011年僕は9歳でしたと。でも僕のお母さんが原発事故のニュースをテレビでやってる時一緒に見なさいと隣に座らせましたと。でも僕は原発の爆発の映像とか地震津波の映像が怖いのでこんなの見たくないと泣いて暴れました。でもお母さんは僕を後ろから羽交い締めにしてこう言いました。あなたねって、これは地球上で起こった本当のことなの。あなたが大きくなった時物事を考える判断材料にしないとダメ。だから怖くても、今は怖くても目をそらさず見なさいと。
そうやって2011年ドイツのテレビで流れた原発事故のニュースをお母さんは僕を捕まえて耳元で解説してくれながら全部一緒に見ました。だから僕は9歳でしたけど2011年の情報にとても詳しいんですと教えてくれました。口々に私はお父さんがやってくれたとか、うちは家族で原発事故のニュースずっと見てたとか、いろいろ教えてくれました。ドイツの学生の方々は、2019年までずっと言ってましたけど、原発事故の取材報告しましたけど、本当に原発事故のことを日本の学生の方々より詳しかったんです。それは学校で習ってたんじゃなくて、家族で話をしてたからだったんです。世の中を変えるのは、選挙とかも大切ですけど、自分の半径5メートルでコツコツ変えていくことだと思います。まずお家で、友達で、いろんな近所の人といろんな話をすることだと思います。半径5メートルを変えること。今日は皆さんとたくさん情報共有をしてぜひ世の中を変えていきたいと思います。すいませんちょっと長くなりました。ありがとうございました。星空マクさん大変ありがとうございます。すごくやっぱり私たちの関心がどのくらい高いのか低いのか、そういうことがとても関係してくるんだってことがよく分かって、とても分かりやすくお話しいただいて大変ありがとうございました。それで最後の方にお話しいただいたことが、廃棄物の問題に次のスピーカーの方とつながるので、それもお礼を言いたいというふうに思います。続きましてですね、戦いの報告なんですけれども、大間原発建設差し止めを求める訴訟の会の野村康子さん、次にお話しいただきます。大間原発と輸出を止めて核燃料サイクルの終焉をということで、お話をいただきます。野村康子さんお願いいたします。はい。今ちょっとよろしいでしょうか。野村です。ミュートになってますか。あ、聞こえておりますよ野村さん。画像も出ておりますし、はい、お話も聞こえております。そうですか。すいません。今、大間原発訴訟の会というふうにご紹介いただきましたが、私は、その原告でもありますが、今日参加しましたのは、大間と私たち、未来につながる会という、別な会の代表として参加しております。はい。それでですね、画面共有して、パワーポイントでお話したいと思いますが、はい。はい、どうぞ。画面共有してお話しください。すいません。これで共有になっているでしょうか。はい、見えております。あ、はい。では始めさせていただきます。大間原発と輸出を止めて核燃サイクルの終焉を、大間と私たち未来につながる会の代表をしております。昨年2020年8月12日輸出町の片岡町長は高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募を表明しました。町内有志が撤回を求めて約1週間で町内695人、町外合わせて7836人の署名を集めました。10月、町民の会は住民投票をしてほしいということで条例制定を直接請求しましたが、町長は議会を非公開にし請求を否決しました。10月8日、片岡町長は文献調査応募を決定。同時に、泊原発というのが北海道にあるんですが、挟んで、鴨江内村の村議会が文献調査受け入れを、の提案を採択しました。で、翌月11月17日、経産省が、寿都町、鴨江内村の文献調査の実施を認可しました。現在、文献調査中です。10万年の重りが必要な核ごみ問題を3ヶ月で決定したという恐るべき流れでした。で、鴨江内村、寿都町、大間のが日本のどこに位置にするかというのを見ていただきたいと思います。本州の外れになります。危険施設は人の見えないところへ、そして原発は都市から離れて立って、
核のゴミもまた過疎地に埋め捨てになっています。これが日本の現実です。ツッツと大間の関係についてお話したいと思います。原発から出る使用済み核燃料を再処理して取り出したプルトニウムとウランを混ぜた MOX 燃料を燃やします。その残りをガラスで固めたガラス固化体にしてツッツに埋める予定です。核燃サイクルはとても分かりづらいんですが、簡単に申し上げると、原発を稼働し、ウランを核分裂させ、プルトニウムを取り出し、ウランと混ぜて燃焼させ、エネルギーとプルトニウムを取り出す。出てきたプルトニウムをまたと永久にエネルギーを作る魔法の釜と言われた技術です。しかし、高速増殖炉モンジュは破綻したまま、廃炉にもできず、そのままになっております。絵に描いた餅になります。次はこれ、核燃料サイクルの図ですが、再処理をしたものを、スッツに埋めるんですが、日本でできません。で、文字は中止という現実があります。大間原発についてお話しすると、この写真の中央が大間原発です。函館からフェリーで90分のところにあります。このフェリーから降りてすぐのところに見える大間原発、町の中央に位置していますが、3キロ以内に町の機能が集まっています。事故が起きたら町は機能しません。大間原発をめぐって、2010年7月、市民団体が国と電源開発を提訴しました。8年弱の審議を経て、18年3月、函館地裁は訴えを却下しました。現在、札幌高裁で控訴審で戦われています。そして、2014年、函館市の工藤市長は、大間原発建設中止を求めて国と電源開発を提訴しました。東京地裁です。大間原発のことを簡単に申し上げます。世界初のフルモックス原発。危険極まりないということで世界は開発を中止しました。ABWR 型。これは BWR を経済性を追求して解約されたと言われています。格納容器がコンクリート製で内側に6ミリの鋼板を張っただけです。地震や災害にどうして耐えられるのか、素人が見ても不安になります。あと、ABWR は30年間で100件の事故が起きています。システム的欠陥があると言われています。敷地内に人家、熊谷麻子さんの建てた麻子ハウスが皆さんご存知の方もいらっしゃると思います。そして建設主体の電源開発は原発を建てたことがありません。裁判でそのことを指摘された電源開発側の弁護士は、各メーカーから専門家が来ているから大丈夫。信じられない答えを言いました。あと、津軽海峡は国際海峡、テロの標的になると言われています。毎年に2000艘以上の船や潜水艦が通行します。つい1ヶ月ほど前にもロシアの、艦船が通ったということでニュースになりました。あと温排水の危険、毎秒90トンの海水を7度上げて海に戻します。地球温暖化の大変大きな影響があると言われています。あと、活断層に囲まれている。これは日本の原発と活断層の図なんですが、活断層の上に日本列島が存在すると言っても過言ではないと思います。もうこのことを私たちは本当に、この危険な上に原発が53基、廃炉を含めるともっとになりますが、存在していることをもっと真剣に考えるべきだと思っています。
これは大間から見た函館です。中央に見える山は函館山です。この川のように見える海にイカ釣り船が出てイカが取れます。大間の電気は沖縄を除く旧電力が買うと言われています。これは使用済み燃料からプルトニウムを取り出しウランと混ぜたモックス燃料を 5.1 トン初回に消化します。プルトニウムは原爆の材料で現在46トンを持つ日本は世界から疑問視されています。そのためプルトニウム処理のための大間原発と言われています。何でしょう、音が聞こえるんですが、はい、すいません。日本の原発は53基、再稼働中は9基になります。日本の原発サイトの使用済み燃料プールには使用済み燃料が満杯になっています。これが寿都と大間が必要とされる理由です。では寿都についてお話ししたいと思います。寿都町の位置ですが、そうですね、札幌から150キロ、函館から140キロと言われています。過疎の町です。これは左側が新千歳空港、そして札幌市、寿都町、ずっと下に函館市があります。右側は文献調査 の、 処分、最終処分場の選定をめぐる対応について書かれた新聞記事から取りましたが、中央にある泊原発からを挟んで鴨江内村と寿都町が文献調査が始まっています。核のごみ、高レベル放射性廃棄物はどんな形でどういうふうなものなのか。土に埋める核のゴミは高レベル放射性廃棄物、炉心の中心にあるもの。ここは日本では再処理がお約束になってますので再処理したものですが、それ以外は低レベル放射性廃棄物になっています。これは土に埋めるガラス固化体の模型です。ユーモはここのそばに女性が立ったチラシを作った時代もあったんですが、そばに人が立つと20秒で死ぬ危険なものです。これもニューモの、パンフレットというかホームページから取ったものですが、例えば地上の施設があります。地上の施設からずっと降りてきて下にこのようなものを取ります、作ります。排気立て食いというもので、中で作業する人の空気の流通を保障するんですが、このようなところ10万年も管理できるでしょうか。日本で原子力発電が動き始めて55年、旧電力ができてからも70年、明治維新から153年、もうせいぜい100歳、長生きして100歳と言われています。邪馬台国があるとして1800年です。低レベル放射性廃棄物の重りは300年と言われています。人体に害のない、害が少ないと言ったらいいと思うんですが、300年。高レベル放射性廃棄物の重りは10万年です。誰がここに責任を持てるのでしょうか。時代も歴史も国の形さえも変わることはもう必至です。埋め捨てされる高レベル放射性廃棄物の輸送容器ですが、これが熱と放射能が放出され、フランス、それから日本でも輸送車両の汚染が問題になっています。次です。交付金が文献調査にはつきものです。文献調査2年で20億、概要調査4年で70億、精密調査に至っては14年ですが未定です。
北海道の第一次産業の年間生産高を調べてみました。約1兆2762億円です。桁違いに高く、私たち日本国民すべてに必要とされています。ツッツと北海道の魅力、交付金と比べてみると、平成29年度、全国2位の鹿児島5000億円にダントツの差がついています。日本最大の食料供給地域の北海道を核のゴミ捨て場にしてはいけません。私たちが最後は自分の命を流れさせるのは食料です。寿都町の現在のことをちょっとお話ししたいと思います。右にあるのは子どもたちに核のゴミのない寿都を町民の会の開放です。10月26日、寿都町長選挙が行われ、核ゴミ反対の越前屋義樹さんが惜しくも敗れました。900人の賛同を得ました。現町長の片岡さんと235票の差でした。市民グループ子どもたちに核のゴミのない寿都を町民の会の人たちは開放を出し、チラシを町内に配布、講演会などを開催。共同代表の一人、ミキさん、ミキノブカさんは、Facebook やその他で発信しています。お母さんたちのグループの応援がとても頼もしいと話しています。これは、左上が町長選挙に立候補し、敗れた越前屋さんと子どもたちの写真です。左下は今年の4月、紙芝居を持ってツッツを訪ねて、ツッツのお母さんたちに、ツッツと大間を止めることで、核燃サイクルを止めて、本当にこの国の核燃政策がいかに間違っているかっていうことを本当に辺境から伝えたいという思いでお話しさせてもらいました。右上は昨年8月、9月でしたか。片岡町長が町民の会や町民の反対を押し切って、引き受けの、文献調査引き受けの、意思を表示しようというときにスタンディングに行きました。ここでみんなでふるさとを歌って、ふるさと守りたいなって本当に心から思いました。私たちの後ろには海が流れて、海があります。そして役場の向こうには山が広がって、本当に自然にあふれた町です。で、寿都町には核兵器廃絶平和宣言の町という、こんな素敵な看板が立っています。あなたはスッツの未来に何を残したいですか？これは子どもたちに核のないスッツを町民の会が作ったポスターの一枚です。今のままのスッツを残したい。そのために本当に今日聞いている皆さんにもスッツに関心を持っていただき、核燃サイクルの本当に先ほどのおしどりまこさんの劣化と、東電の劣化と言いましたが、スッツ町のニューモの現地事務所の職員7人は東電からの出向です。そういう形で本当に劣化した核燃サイクルを主催する人たちが今北海道を狙っています。でも北海道だけじゃなくって日本全体を狙っていると思うんです。本当に今からでも遅くない。私たちが半径5キロと先ほどおっしゃいましたけれども、一人が一人に伝えることで何か変われるはずだと私は信じています。ありがとうございました。これで終わります。はい、野村康子さん、大変ありがとうございました。はい、会のご紹介間違えてしまってごめんなさいね。申し訳ありませんでした。やっぱり最終的な処分場その問題がずっと解決しない。
世界中でも解決していないし、日本でももちろん解決していないわけで、それで原発を進めるっていうのは本当におかしなことだというふうに思いますし、私も大間に、浅草ハウスに行ったことなど思いありがとうございます。実際にやめさせたいというふうに思いました。とても本当に町から近くのね、原発だというふうに、それも思いましたので、ぜひ頑張ってください。野村さん、大変ありがとうございました。それで、ちょっと一言申し上げたいのは、昨年、スッチとカモエナイ村が、核ごみの最終処分場に名乗りを上げたということから、この国は核燃サイクルの防災員がまるで出たかのように、再稼働、それから、今の岸田政権もそうですが、原発回帰 20% を占めるというような、もう至るところで核ごみ処分場できた、それ、核燃サイクル、だっていうふうな動きになってきたのがもうとても私は怒りとともに思っています。本当に今そうじゃないんだっていうことをもう私たち一人一人こう、いろんな形で表明していかなければいけないのかなと思っています。はい、すいません。ありがとうございます。寿都町の町長選でもね、かなり反対派のさっきご紹介あった方も、はい、頑張ったなっていうふうに思います。はい、次がどうなるのかっていうのも、日本中注目していると思うので、私たちも、絶対脱原発というこの声をさらに上げていきたいというふうに思います。ありがとうございました。ご注目ください。ありがとうございます。続きましてですね、福島から、福島で今思っていることということで、武藤瑠衣子さんにお話しいただきます。まあ、武藤瑠衣子さん、事故以来、本当に、福島の県民の声を代表してずっと頑張っていらっしゃる。そして今、福島で何が起こっているのか、そうしたことについてお話しいただきたいと思います。20分ぐらいを予定していますので、よろしくお願いいたします。それでは武藤さん、お話お願いいたします。皆さん、こんにちは。福島から参加しております、武藤瑠衣子です。ちょっと画面の共有をさせていただきます。ごめんなさい。何？あれ？ごめんなさいね、ちょっと。すみません。手間取ってすみません。福島原発事故から10年半という時間が経っているんですけれども、先ほど押鳥真子さんからお話ありましたように汚染水の問題とか、それから汚染土の再拡散の問題とか、本当に山積みされた問題がたくさんあるんですけれども、今日は5つの問題に限定してお話ししていきたいと思います。最初はですね、刑事裁判の話です。東電旧経営陣の原発事故の責任を問う刑事裁判ですね。2019年の9月にですね、38回の高裁の末に、東京地裁は被告人の、旧経営陣ですね、全員無罪の判決を出しました。あれから2年の年月が経ちまして、この前の11月2日に東京高裁で、控訴審が始まりました。でこれは事前集会の様子なんですけれども、この時にですね、300人ぐらいの方がお集まりくださったんですけれども、その中に5人の、遺影といいますか、写真で参加された方たちがいました。その5人はですね、今年になって亡くなられた、本当に私 の, 身近な友人の人たちなんですけれども、その人たちが家にでの参加だったんですね。本来だったら、毎回この裁判に来てくださっていた人たちなんですけれども、でそういう時間が過ぎたのだということをすごく感じます。そしてこの日はですね、
指定弁護士、まあ、検察側ですね、それから東電の弁護側の双方が陳述を行いました。で、その陳述の内容なんですけれども、指定弁護士は地裁の判決の4つの誤りというものを話しました。1番目には長期評価、水本の長期評価の信頼性、具体性を否定したということが最大かつ基本的な誤りだということ。で、2番目、社会通念が原発の絶対的安全性を求めていなかった、求めていなかったと捉えたことですね。それが誤りだということですね。私たちはもう原発は絶対安全だという宣伝を散々されてきました。それから3番目には、事故を避ける方法を運転停止のみに限定したという誤り。運転停止しないまでもですね、機器の水密化とか、電源を高いところに上げるなど、そういった対策を、していれば、こんなにひどい事故はにはならなかっただろう、もしくは事故を防げただろう、東京電力が何もしなかったにもかかわらず、それがその停止をしなかったということで免れるわけではないのではないかと思います。それから4番目ですね、福島第一原発の現場検証をしなかった誤り、この4つです。で、指定弁護士はそれを述べた上にですね、3名の証人、新たな証人の尋問と、現場検証を行うように請求しました。つい先日、東電 株主代表訴訟というところで裁判所がですね、民事の方なんですけれども、福島原発の中に、現場検証に行きました。ぜひ高裁の方でも行ってほしいということを思っています。で、その一方でですね、東電の弁護側はですね、地裁の判決は間違っていない、控訴は棄却されるべきだと、まあ、淡々と述べていました。次回の裁判は、来年の2月9日に決まりました。その時に裁判所が証人尋問や現場検証を行うか否かを、判断するということを言っています。で、また2月9日にはですね、皆さん傍聴席が本当に少なくて中に入っていただけないのはとても心苦しいのですが、ぜひとも裁判所前に集まっていただけたらと思います。今ね、原発の心配のね、それでは2番目ですね、避難者の、まあ、住宅問題についてお話ししたいと思います。まあ、避難指示というものは原発事故の後に出されたんですけれども、避難しました。その避難指示がどんどん今解除されていっているんですね。それで、ただですね、その避難指示の解除は年間20ミリシーベルトという基準で行われているので、多くの人はまだ帰ることはできないと思っています。で、2017年には福島県が帰還困難区域以外の避難者、要するに自主避難者と言われていた方々の避難者への住宅の無償提供の打ち切りを実施しました。そして2019年3月にはまた福島県知事が双葉大熊町以外ですね、避難指示区域に指定されていたんだけれども、それが解除されたところと、それから、まだ帰還困難区域と指定されているところも含めてですね、避難者への住宅の無償提供を打ち切りました。そして2019年3月にはこんなことがありました。福島県が国家公務員住宅宿舎に入居する、この方たちは無償提供が終わったので家賃を払って入っていた方ですね。その方の63世帯に対して3月末日までに退去せよ、しない場合は家賃の2倍の損害金を請求すると宣言し、実際に2倍家賃の請求がずっとされています。そして2020年3月は福島県が東京地裁に、ミュートに、すみません、福島地裁に国家公務員宿舎入居の4世帯に対して、立ち退きを求める提訴をして、今裁判が続いています。それから2020年12月には福島県が国家公務員宿舎の入居者の親族に、連絡をしまして、退去しなければ法的措置を取るという文書を送りました。また職員が親族を訪問して説得を行う、これ説得というふうに書いてありますけれども、まあ、福島県側は支援という言葉を使っているんですけれども、実際はもう脅しではないかというような、そういうことを実際行っています。
そして2021年の6月には福島県が国家公務員宿舎に入居の34世帯に対して7月16日まで退去と2倍家賃の支払いをせよ、しない場合には法的措置に移行するという文書通告をして、今年の12月議会でですね、この前の議会でですね、実際に民事調停にかけるという、世帯5世帯をかけるということを議会で可決しているんですね。で、本当に被害者の人たちはですね、この避難解除とともに住宅賠償とか住宅の支援が打ち切られて、まあ、大変な努力で自分で再建された方もいますけれども、経済的とか精神的に追い詰められて困窮している方々もいらっしゃるんですね。で、そういう弱い立場にある方をどんどん追い詰めるというそういう方向に行っています。で、福島県は本当に、自分の県民であるその避難者をですね、助けるどころか追い詰めるという側に立ってしまっているという非常に残念な状況であります。やはり避難者というのはこの避難者に対しての救助というのが今災害救助法というものだけで、運用されているんですけれども、それの限界があると思います。避難者は原発事故の避難者は国内避難民としての、を捉えて新しい法律が必要なのではないかと今思っています。で、次に行きたいと思います。これはですね、これも先ほど押戸美真子さんから甲状腺がんの県民健康調査の話がありましたけれども、今県民健康調査、甲状腺がんはがんとその疑いが266人になりました。で、2017年度までのがん登録によってさらにこの266人に含まれていない、さらに27人が罹患しているということが判明したんですね。で、これ2017年度までなのでさらに増えるというふうに思うんですね。で、こうしたその正確な、人数把握と発表はされていない中で原発事故との関連は考えられないという結論が今出されているんですね。同時に、検査をそのしなくてもいい、検査をして見つけなくてもいいがんを見つけているということで検査の縮小論というのが、何度もしつこく出てきているという状況です。で、それに対してですね、今がんの当事者の方たちが、当時はお子さんだったんですけれども、大きくなられてそして、自ら声を上げるということが今起きています。で、3.11 甲状腺がん子ども基金の方で、今回ですね、原発事故から10年、今当事者の声を聞く甲状腺がん当事者アンケート105人の声という本を刊行しました。で、これにがんになられた当事者の方々が実際にこの甲状腺がんについてそれから県民健康調査についてを、自分の言葉で語っているおられます。それがずっと収録されています。で、やはりこの方たちの声を聞きますとですね、やっぱり早期発見早期治療という意味ではこの県民健康調査というのはとても有効であった、ぜひ続けてほしいということで 90% 以上の方が続けてほしいということを言っています。これも皆さんよろしかったらウェブサイトでもご覧になれますので見ていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。それでは次の問題に行きたいと思います。そうですね、ごめんなさい、もう一つだけちょっとその健康被害についてお話ししますね。ですね、今福島県の災害関連死というのは2313人です。そしてその中で自死をされた方が118人、災害復興住宅での孤独死が自死を含めて155人というそういう状況になっています。まあ、健康被害というものもですね、その子どもたちだけでなくて、私が先ほど言いましたその今年になって亡くなった5人の方というのは甲状腺がん、そして白血病、がんという病気なんですね。次第にその自分の周りにもその健康被害が広がっているのではないか、その因果関係を実証はできませんけれども、そういう感じが今とてもしています。そして精神的な病を得ている方たちもたくさんいるという
現状です。はい、では次に行きたいと思います。とですね、ここからはですね、まあ、復興とは一体何だろう。今福島の毎日の報道とかですね、福島の中の雰囲気というのは非常に復興というものが大きく取り沙汰されているんですけれども、実はこの復興というのは新たな村おこしというふうにも言われていますけど、その村なんですけど、村というのは、まあ、原子力村おこし、再度の村おこしではないかということをお話ししていきたいと思います。でこれは、福島県が2014年から始めているイノベーションコースト構想という、ものによって作られた建物なんですね。で毎年莫大な復興予算が投じられて、さまざまな施設が作られています。例えばですね、左上、楢葉町遠隔技術開発センターモックアップ施設というんですけれども、 JAEA というところが作っています。それから、その右はですね、浪江町というところにある福島ロボットテストフィールドですね、陸海空で、活躍するロボットを、最先端の技術としてそこで研究したり、実際に実験を行ったりする場所なんですね。でそれから左下は東日本大震災原子力災害伝承館ですね。これはご覧になった方もいらっしゃるかと思います。でその右はですね、福島水素エネルギー研究フィールド、これは、浪江町というところに作られています。でこういったものがですね、福島の復興加速化、再生加速化という中で、行われているんですけれども、本当に大きな箱物という言いますか、そういうものがどんどん作られているという状況です。そしてここにですね、新たに国際教育研究拠点というものが今浮上してきているんですね。でこれも随分早いうちからですね、福島の復興加速化計画の中に名前だけはあったんですけれども、一体どんなものかということが誰もわからなかったんですね。で最近ちょっとこの話題がどんどん出てきています。 でも説明されている内容が本当によくわからなくてですね、でいろいろ調べていきますと、実際はその先ほど申し上げたイノベーションコスト構想、要するにその、産業都市みたいなものですねの司令塔を今から作るという、そういうことなのではないかと思います。で、そこでは廃炉に携わる人材を増やす、そして地域の人口を増やす、廃炉事業に参画する企業を増やす、イノベ構想の認知度を上げる、政府の強いイニシアチブによる 国主導の拠点とするという、ことが目的にされていて、現実的に行われるものはですね、がん治療などに使える放射線医薬品の研究、それからゲノム編集技術ですね、ゲノム編集技術を活用して二酸化炭素を大量に吸収する植物の生産、それから水素燃料電池を動力源とするドローン、小型無人機の実用化、それから放射線量が高く電波環境が悪い中でも人が遠隔操作できるロボットの開発、そして漢方薬の原料となる薬用作物、バイオマス素材に応用できる資源の作物の栽培、そして、自動運転や情報通信技術を生かした持続可能な農林水産業の構築などということが具体的に行われることとして挙がっているんですね。で、これらをですね、ハンフォードモデルということを使ってやるというふうに言ってるんですけれども、ハンフォードというのは皆様ご存知のようにアメリカで、長崎のに落とした原爆の材料のプルトニウムを作った工場があったところなんですよね。そして大変その、サイト内もちろんのこと周辺も汚染されたんですけれども、除染や廃炉産業で栄えてものすごく人口も増えたということなんですね。でそれをモデルにして行うということを、言われているんですけれども、
しかし実際にその班報道を訪れたアメリカの友人とか、今年班報道を訪れた方に話を聞くとですね、班報道の歴史を見てみると、やはりその原発礼賛というものが今でもありますし、原子力関連企業の支配のもとにある、まちまちだということも分かります。そしてしかもですね、班報道というのはその原発サイトの周辺はですね、広大に居住や農業が禁止されている、地域があるんですね。ハンフォードヤードというそうなんですけれども、で、その人はその外側に住んでいるわけなんですね。なので、まあ、福島とはその福島にモデルとして持ってくることは違うんじゃないかというふうに思うんですね。で、福島の場合はそのものすごく近い原発が、その事故、まだ事故を起こした原発、まだ事故が続いている福島原発から、まあ、4キロとか5キロとか、そういうところにその施設が点在して、そこに人を呼び込もうという、そういうことをしようとしているわけなんですね。で、まあ、その半報道モデルっていうのをそのまま持ってくることは非常に危険なのではないかと思っています。で、この、国際教育研究拠点とかですね、イノベーションコースト構想というのは、まあ、被害者である地域住民が望む復興とは非常にかけ離れたものであり、原子力関連企業の利権と新たに人を迎え入れたいという県やそれから地方自治体の誇示というものが目的なのではないかと思います。ここでも被害者というのは置き去りにされていると感じています。で、ごめんなさい、これはですね、大熊町というところにある大川原地区というところなんですね。ここも復興拠点として今町が作られているんですけれども、まあ、新しい復興住宅や商業施設や役場があるんですけれども、ちょっと車で行きますと全部周りはゲートで囲まれているんですね。本当にこう陸の孤島に忽然と現れた幻の町のような、そんなことです。これが福島で復興の宣伝にされているところです。で、最後になります、すいません駆け足ですが、まあ、こういったその福島 の、まあ、災害を利用した、さらなるその原子力の復興みたいなものを陰で支えているのがですね、宣伝と広告というものだと思います。で、要するに事故の避難者が本当に苦しんでいる、そういった一方でですね、着々とこういったものを作り上げてきている、そしてそれを住民が受け入れられるように、世論操作をしてきたというのがその宣伝や広告の役割だと思います。原発事故からの10年、政府も自治体も事故前から原発の宣伝を手掛けて人の心理を操作することに長けた電通などの広告代理店多くの事業を発注してですね、事故の被害の可視化、そして不可視化ですね、そして放射能の安全神話のルフ、後ろを振り返ることをさせない、復興などをメディアも巻き込んで浸透していきました。電通はこれらの、事業から巨額な利益を得ています、例えばですね、事故後ですね、環境省とか農林水産省とか原子力規制委員会、福島県などから150件もの事業を受注して、電通がその、受けた、事業ですね、そしてそれにかかった費用というのは300億円ぐらいかかっているんですね。で、こういったことはですね、本当に多くの、まあ、疲れ果てて傷ついて差別を恐れているという被害者に、事実を見つめてひとときの絶望感を味わうという、その代わりに真実から目をそらして口をつぐみひとときの安心を得るという、そういうことをもたらしているのではないかと思います。そして事故の被害者を切り捨てて放射線防護の基準や意識を大きく緩めていって、事故の責任を曖昧にして、そして広告代理店を含めた原子力関連企業に莫大な利益を許し、原子力の復権と存在を許すという、そういうことにつながっているというふうに思います。私はこの原発事故から10年経って、こういった現状があからさまに、現れてきたという
ことを、まあ、目の当たりにして非常に再び怒りと屈辱とやりきれなさを感じているんですね。でこれがやっぱり福島の本当に見えないあのところの姿ではないかと思っています。このような同じような地域をもうこれ以上作ってはいけないと思います。原発をぜひ日本中の原発を止めていきましょう。世界の原発も止めていきましょう。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。以上です。アムソルヒトさん大変ありがとうございました。本当にあのタイトルで言われているように福島で今起こっていることということで、私たちもあのコロナ禍でね、なんかあの福島にもう2年以上行けてないっていうことで実際を見ることができなくなっているわけですけれども、やはり本当にあの被害のをきっちりと見つめていくということではなくて、もうその先をね、新しい形であの進めていこうという、しかもそれにあの電通がそんなに関わっているというご報告もあり、本当にびっくりしました。私たち今やっぱりもっとあの福島の実態をしっかりと見つめていき、これからあの脱原発というのをもっと大きい声にしていかなきゃいけないかなというふうに思います。あ、武藤さん大変ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、その次にあの東海第二原発の問題で、お話をいただきます。東海第二原発の、差し止め訴訟の判決、私たちとても、私たちとてもですね、歓迎したいい結果が出たなというふうに思いますけれども、差し止め訴訟の弁護団の大川陽子弁護士から、ご報告をいただきたいというふうに思います。で、予定としては10分ぐらいのお話を お願いしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。あ、それからですね、ご視聴いただいている皆様は、ぜひですね、音声の方はご発言者以外は、ミュートでお願いしたいと思いますので、ご協力お願いします。それではですね、大川陽子弁護士、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。画面共有をさせていただいたんですが、映ってますかね？大丈夫ですか？はい、映っております。はい。弁護士の大川陽子と申します。私からはですね、今年3月18日に出された東海第二原発の運転差し止めを認めた水戸地裁判決の意義についてお話しさせていただきます。この判決は原発運転差し止め請求訴訟において初めて避難計画の不備を理由に原発の運転差し止めを認めた点に大きな意義があります。東海第二原発は茨城県に位置していますけれども、東京駅までは約116キロのところに位置しています。この116キロという距離なんですけれども、福島第一原発事故の時に最悪の事態を想定した場合、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以内にも生じる可能性や、希望者に移転を求めるべき地域が250キロメートル以内にも生じることになる恐れがあるとされていたことに照らすとですね、東海第二原発が事故を起こした場合に東京も強制移転や希望者に移転を認めるべき地域になる恐れがあるという位置に存在しているということになります。首都圏原発といってもいい原発です。で、東海第二原発の周辺は人口が密集しています。原子力災害対策指針のいう UPZ 圏、30キロメートル圏の人口は約94万人に上ります。この訴訟の争点の一つが、これほどの人口密集地帯にある東海第二原発において住民らが避難できるのかというものでした。水戸地裁判決がどのような判断をしたかですけれども、まず原発という施設の性質についてですけれども、原発事故の被害が甚大であり、原発事故がひとたび起きると止める、冷やす、閉じ込めるという対策を成功し続ける必要があること、原発事故の要因となる自然災害等の予測は確実には行えないという原発の危険な性質を指摘し、このような性質を有する原発の安全性確保のためには深層防護第1層から第5層が有効されており、深層防護のうち第5層が達成されているというためには、
実現可能な避難計画の策定及び実行しうる体制の整備が必要だと指摘しました。その上で本県の避難計画を検討し、茨城県や周辺市町村においては実現可能な避難計画の策定及び実行しうる体制の整備がなされているというには程遠い状態であり、第5層が欠けているとして原発の運転を差し止めました。一つずつ少し説明していきますけれども、まず原発事故の被害の甚大性について判決は、被害が極めて広範囲に及び避難も容易ではなく、住居等の生活基盤が失われることから災害関連死をも将来させるなどと、福島第一原発事故時の被害の実態に基づいて認定をしています。それから、原発の事故の収束の困難性についてですけれども、事故が起きた場合には冷やす、止める、閉じ込めるを成功させて、これを継続、成功を継続できなければ収束に向かわないこと、一つでも失敗すれば被害が拡大して最悪の場合には破滅的な事故につながりかねないと、他の科学技術とは質的に異なるという認定をしています。つまり原発は他の施設とは比べ物にならないほど危険であるという正しい評価をしています。さらに判決は、事故の要因となる自然災害等の事象の予測を確実に行うことはできず、いかなる事象が生じたとしても原発から放射性物質が周辺の環境に絶対に放出されることのない安全性、絶対的安全性を確保することは現在の科学技術水準をもってしても達成することは困難と認定しています。これも地震や噴火の予測もできないという現状の科学技術の水準を正しく捉えた判事だと思います。で、判決はこのような危険性を持つ原発の安全性の確保については深層防護が有効と判断しています。ここで深層防護の説明ですけれども、深層防護というのは安全に対する脅威から人を守るということを目的として、いくつかの障壁、いくつかの防護レベルを用意して、それぞれが独立して有効に機能することを求めるという考え方です。判決はこの深層防護の考え方が IAEA では第1から第5の防護レベルによる深層防護の考え方を採用していることで、この第5の防護レベルに避難計画が入るんですけれども、でこの考え方が日本でも法令に取り入れられていて、第1から第3の防護レベルは原子炉等規制法の委任を受けた設置許可基準規則の第2章、第4の防護レベルは、同規則の第3章で規定されて、第5の防護レベルは災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法で規定されていると指摘しています。で、判決はこれらの法令の規定を踏まえて、我が国においても発電用原子力施設の安全性は深層防護の第1から第5の防護レベルをそれぞれ確保することにより測るものとされていると判事しています。だから深層防護の第1から第5の防護レベルのいずれかが欠落し、または不十分な場合には原発が安全であるということはできないと判事しました。ここの意義がとても大きいです。これまでの裁判例や仮処分決定では、第1から第3の第3あるいは第4の防護階層において、事故の危険が立証や訴明されなければ、第5の防護階層、避難計画の不備のみでは差し止めを認めないとするものが多かったです。つまり、例えばその、確かに裁判所としては住民らが言うような避難計画に不十分さがあるというところや問題点はあるのはわかるけれども、でも原発の建物自体の危険性が十分には主張立証されていないから差し止めを認めないというものがこれまでは多かったです。しかし水戸地裁判決はですね、第5のレベルの避難計画が欠けるだけでも原発は安全ではないと判断した点に大きな意義があります。まあ、法令によると原発の安全確保の目的は国民の生命健康等を守るということですので、第5の防護レベル避難計画に不備があるのなら原発は安全ではないという、こう正しく理解した正当な判断だと思います。で、次に、じゃあ第5の防護レベルが達成されているというためには、
どうすればいいのかというところなんですけれども、水戸地裁は、何らかの避難計画が策定されていれば良いなどと言えるはずもないということで、ここも重要で、今までの裁判例だと何らかの避難計画が何らか策定されているだから大丈夫なんだというような、そういったような趣旨の決定もあったんですけれども、そういったものでは放射性物質の生命身体に対する深刻な影響から人々を守れないから、それだけそれでは足りないと明言してくれています。で、実際じゃあどうすればいいかというところで、段階的避難等の防護措置が実現可能な計画が策定され、およびこれを実行し得る体制が整っていなければならないと、こういうような判断基準を示しました。で、東海第二ではじゃあどうなのかという認定ですけれども、東海第二の周辺パズ UPZ ではですね、約94万人余りの人口がいて、パズの内の人たちが一斉に避難するだけでも混雑や渋滞が容易に想定されると。で、UPZ 内の相当程度の住民が無秩序に自主避難を行った場合には、避難経路は重度の、渋滞を招来して、パズ及び UPZ の住民の双方が短時間で避難することは困難だから、まずは避難経路が集中しないように、パズ UPZ 全域を通じて調整された合理的な避難計画の経路の確立及びその周知が不可欠だと。また屋内退避等の防護措置の確立及び周知も必要だというふうな判断をしました。ところが、実際じゃあどうなっているかというと、避難計画が策定されて5年経過した口頭弁論終結時、裁判の審理の終結時においてですね、実際避難計画が策定されていたのは14市町村のうち5つの自治体にとどまります。これらは相対的に、避難対象人口の少ないこの緑の5つの自治体にとどまるということを指摘しています。さらに判決は、15万人以上の避難対象人口を抱える日立市、ひたちなか市、水戸市はいずれも広域避難計画、避難計画の策定ができていないというふうに指摘しています。で、策定された避難計画を見ても、大規模地震が発生した場合に、住宅が損壊した場合の屋内退避については具体的に触れていないとか、道路の寸断がある場合については複数の避難経路の設定はされていないとか、また立てられた避難計画には今後の検討課題として、第二の避難先の確保はまだできていない今後の課題だとされていることなど を認定しています。で、これらの検討結果によって、実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体制が整えられているというように程遠い状態にあると言わざるを得ないとして、第5の防護レベルの安全対策に欠けるところがあり、人格権侵害の具体的危険が認められるという理由で運転差し止めを認めました。このようにですね、水戸地裁判決は原発の危険性や被害の甚大性という原発事故の本質を抑えた上で、法令に基づいて第5の防護快速かけると原発の安全性が否定されるとし、実際の避難計画の問題を指摘しているのであって、いずれも正当な判事であって、住民らの生命健康を守る正しい判決だと思います。で、これらはですね、全国の原発における各自治体の避難計画でも同じように言えるところが多いと思います。この判決は全国に波及する重要な判決だと思います。ぜひ皆さんも広めてください。私からは以上です。岡弁護士、大変ありがとうございます。今度は交際ということになるかと思いますけれども、ぜひそちらでも勝利していければいいなというふうに思います。本当に分かりやすく核になる問題についてお話しいただいて、それから私たちも勇気を持って行動できると思います。ありがとうございました。続きましてですね、今日戦いの現場からということでは最後の発言になるんですけれども、アイリーン・ミヨコ・スミスさんにお願いいたします。アイリーンさんといえば、水俣ということですぐ思い起こすというふうに思いますけれども、今は若さの原発の問題に取り組んでいらっしゃいます。今日は若さの原発をなぜ止めないといけないのかということでお話をいただきますので、アイリーン・ミヨコさん、よろしくお願いいたします。一応20分ぐらいの、
あの時間を予定していますので、よろしくお願いします。はい、分かりました。今でもメッセージもらって、あの、そうじゃなくてもいいって聞いたんですけど、じゃあその真ん中ぐらいにします。はい。ちょっと20分って聞いてるのと10分って聞いてるので、その間ぐらいでよろしいでしょうか。すいません。じゃあ、あの、ですね、まあ、これが日本ですね。見えませんね。まあ、黒が、世界のこう地震が起こっているところで、赤が原発があるところ、それ両方が重なってる、ところっていうのは、まずないっていうところですね。で、全国において、こういう状況にあるっていうのは日本だけです。はい。次お願いします。で、そんな中で、この若さの原発なんですけども、結構ものすごく集中していて、で、全体の、地域をどういうふうに把握するかにもよりますけども、まあ、世界中で一番密集してるって言ってもいいような地域です。で、ここには、これだけのこう原発があるんですけども、今からお話しするのはもうこの原発の集団ですね。で、その中で3種類あって、結局は止まってるのはあるんですね。で、止まってるのは、もう閉鎖されてるのは、この一番上にある美浜のこの3基のうち、それと、あ、すいません、大丈夫かな。それから、敦賀の、1号機、それと、大井、一番、南西にある、これ、京都府にもすぐ直前、そのすぐ近くにあるんですけども、それの、高浜の1号と2号機ですね。で、それはもうすでに、ごめんなさい、そうです。それがすでに、止まっている、ごめんなさい、高浜じゃなくて、大井の1号機と2号機です。が止まってます。で、あともう一回、もう一つ種類の原発、これ、まず止まってる原発ですけども、使用済み燃料が全部大量に置いてあるので、これも非常に危険な原発です。で、次の種類の原発は老朽原発です。で、ここに美浜の3号機、それと、その京都府の一番近くにある高浜原発の1号機と2号機、これが非常に古くて、国の、動いているものを動かしてほしいよっていう、認可が。人事さんはね、やっぱり、すいません。ちょっとミュ、すいません。ミュートにしてください。視聴されてる方、ミュートをお願いします。あ、大丈夫かな。まあ、大きい声で話します。で、だからそういう老朽原発があるんですね。で、これは40年で原則に原発止めるはずだったのに、それよりもっと動かしていいよということを言われたので、これらの原発は動かし出そうとしているので、それを止める運動が今、頑張ってみんなでやってます。で、この若さの原発をなぜ止めなければいけないのかっていうのは、このような、その問題がいろいろあるんですけども、それと同時に、そのリードしてるんですね、この地域が。例えば老朽原発もこれからどんどん認可されていくのかいかないのかっていうのは、この、3基の原発をどのように止めていけるか、老朽を、止めていけるかにこうかかってるっていう面があって、この若さの原発をなぜ止めなければいけないのかの一つの大事なポイントは、その老朽原発を、まあ、ここで止めようっていう、そういう場所です。で、あとの原発ですけども、ここにある高浜の3と4号機、それと大井の3と4号機、これらの原発は今、動いて、まあ、動く認可が降りているんですけども、両方とも大きな問題抱えてます。それについても話していきます。すいません。次にお願いします。ごめんなさい。はじめちょっと慌てちゃって、時間が半分になったんで、ちょっと早くパッパッパッといきますね。このように、若さの地域は、ものすごく、活断層が多いんですね。で、日本中、活断層が多いわけですけども、ここにあるのが、この若さの活断層です。で、まあ、グレーのところは陸で、そして、白いところが海なんですけども、このように海と陸をこうまたいで、まあ、断層がたくさん走ってるわけですね。ですから、これがその若さ地域です。はい、次お願いします。
で、もうこのように断層が真下に走ってるっていう状況があるわけですね。はい、次。で、もう一つはですね、火山の問題です。大山っていう火山が、ありまして、で、そこから、お昔ですけども、すごく火山灰が吹いたわけですね。で、この火山灰から、原発を守らなければいけないことになってるんですけども、はい、次。このように、右に見えるのが、こう、琵琶湖ですね。で、北に上が、海ですね、若狭湾。で、この赤いポツンって書いてあるところ、これ、ここの腰肌っていうところに、その、大山の火山がいっぱい、あるのが発見されました。はい、次。で、こういうのどかな地域なんですけども、はい、次。このように、原子力規制委員会が調べに行きました。はい、次。そうすると、やっぱり間違いなくっていうか、こういうふうに火山灰がいっぱい溜まってるんですね。で、今問題にされてるのは、これだけの火山灰が降った場合、原発を守れるかっていうときに、思ってたよりいっぱい濃度が高い、そしていっぱい降ってしまう。大変思ってたより大きな問題が原発のサイトで起こるっていうのが分かったんですけども、それに対しての対策、バックフィットできちっと対応できてないのに、そのまま国は、この原発を、この大分高浜原発を動かして、そのままいいよというふうに、言っているわけです。ですから、非常に大きな問題、つまり福島からいろいろ学んだこととか、それからこのバックフィットでやらなければいけないこと、できてないのに、そのまま、これらの原発は動いてる状況です。はい、次。で、あともう一つ若狭の原発ですごく大きな問題は、このプルトニウムの燃料を燃やしてるっていうことですね。で、もともと、このプルサーマル計画、核燃料サイクルの一部なんですけども、1999年にスタートする予定でした。で、これは非常に大きな問題で、普通の原発はウランを燃やすように設計されているのに、その中にプルトニウムを放り込むと。で、それで非常に集中的にそのプルトニウムが燃料の中にこう入るわけですね。で、それによっていくつもの問題が起こります。で、ここはちょうどですね、その日本でプルサーマル計画、この MOX 燃料をウランとプルトニウムの混合燃料を燃やし始めようと普通の原発でっていう入り口のところの時の新聞記事です。これは1999年。で、ここで核管理研究所っていう、うちグリーンアクションとも一緒に協力したりしてきた研究所なんですけども、そこの研究所が何を言ったかっていうと、MOX 燃料を使うと 1% 炉から、MOX 燃料を使うと、岩子が倍になるっていうことですね。要するに普通のウラン燃料を使ってるより、倍になってしまうと。で、この場合は、例えば、この若さで起こった時に、もし大きな事故が起こって、炉の中から 1% の、炉内のものが出てしまったら、岩子は2万4000人になるということを言ってます。これは110キロ圏内。で、それだけになるというふうに言ってます。で、この MOX 燃料というのは非常に大きな問題で、この1999年の12月には、福井県知事がゴーサインを出す前の夕方に、市民が、その、連携してですね、関西の市民、そして福井の市民、東京と、それとヨーロッパの市民と、みんなで連携して、それから東京の国会議員の事務所と、そして、これを止めることができたんです。で、9年間遅らせることができたけども、今は高浜3、4号機で、それが今燃やされているわけですね。で、まだでも、国が認可している量は、まだその半分しか燃やしてないので、これをどんどん止めていかなければいけないです。で、もう一つこの大きな問題はですね、これの、品質保証が保証されてないとブラックボックスになってるんです。で、最近分かったのはやっぱりこの燃料のメーカー、フランスなんですけども、そこでやっぱりこの燃料の質について非常に問題が大きくあるということが分かりました。はい、次。
で、あとはもうこうやって使用済み燃料がいっぱいなんですね。福井の県、いろいろな場所 の、 あの発電所で。それと、MOX 燃料を燃やすと、これはそのまんま、この発電所サイトの中に残ってしまうと。で、100年経ってもウランのように、熱が下がらないという大きな厄介な問題を、若狭の原発は持ってます。他にプルサーマル使ってるところは、伊方と、玄海にあるんですけども、この福井県はこの2基で使ってます。2基両方使ってるっていうのは、はい、使ってます。はい、次。で、あとはですね、やっぱり老朽原発ですね。で、この老朽原発ですけども、今は、まあ、この美浜3号機と高浜1と2と3基の原発ですけども、この認可を下ろしちゃったんですけども、老朽してても動かしていいよという。だけども、その中で、テロ対策ができてなかったんで、ですから、まだ、動いてません。で、美浜3号機はですね、来年の10月に動かそうとしてます。で、高浜1と2号機は、このテロ対策の、なんていうか、設備ができちゃった2023年ですね、来年の、じゃあ、再来年の6月、1年半、再来年の夏の始まり、2基とも動かそうとしているので、ですから、今、関西一円の市民、福井県の県民と一緒に、頑張って、この、老朽原発を絶対に動かないようにしようというふうにみんなでしてます。はい、次。で、こうやって、若狭湾に、水が流れていくので、この琵琶湖全体が汚染されてしまうと。で、これは関西の水がめの14万人の人の水がめなので、そういうものすごく、心配があるわけです。はい、次。で、これは福島の事故の、この若狭の湾の原発に当てはめたら、このぐらい広い地域、要するにここ南の方は大阪府ですね、ずっと兵庫県。このぐらいの地域に汚染が広がってしまうということです。はい、次。で、まあ、こうやって避難計画は、この若狭湾からこんなに遠いところ、徳島まで、それと和歌山、場合によっては和歌山まで、それと、大阪府とか兵庫県まで逃げなければいけないっていうことで、で、私は京都市に住んでるんですけども、府内の避難だったら、舞鶴という、高浜原発からも5キロ圏内にも、市内がある、ところから、6万5千人も、私の町の京都に、逃げてくるので、近くの、高校とか、それからもういつも使ってる施設とか、そういうところ全部に、その避難民が来るよ。ことになってます。はい、次。で、まあ、2万5千、25万人も避難しなければいけない。で、これだけの多くの関西の市町、右側にあるけども、これだけの多くの、市町が、避難先になってますので、これは関西一円の、問題になってます。はい、次。で、まあ、これが、避難計画の、まあ、自衛隊がこういう服装で、はい、次。で、自衛隊がこういう服装ですけども、左側、これコロナ前ですけども、要するに放射性物質から防護するために、この今私たちが毎日やってるマスク、それだけです。でも自衛隊の、この避難計画に関わってる人たちはこういうガスマスクしてます。はい、次。で、これが大井原発です。で、大井原発の話をしていきたいと思います。で、これはだから、この大井原発の次を見てもらえれば、ですね。次のスライドお願いします。で、これですけども、これが、大井原発の中の、破砕帯ですね。で、これで、この真ん中の一番長いのは、どうしても活断層にしか見えないということで、超党派で議員が入って、そして結局は、108名もの、国会議員がやっぱり再調査も必要だというぐらい、市民運動は盛り上げることができまして、調査がありまし、行われましたけど、でも、最後にですね、この流れてて、この F6 っていうのは、
どこにあるかっていうときに、この右側の方に破砕帯が見つかったんで、F6 はこんなまっすぐじゃなくて、こうやってふわーっとひん曲がってたと。そのひん曲がってるところが F6 なんで、で、それは活断層じゃないから、だからもうここは、F6 は活断層でないっていう結論になってしまったんですね。でも同時にその時に、この敷地の北部の方で活断層が見つかったんで、それがどのぐらい敷地内に入るかっていう調査をするはずだったんですけども、そのまんまになってます。で、それによってですね、大井原発の、裁判をしまして、そして去年の12月の4日に、勝訴しました。で、それでは、国が、国の設置認可取り消し、を命じる判決を大阪地裁がしました。で、これはやっぱり市民が勝ち取ったものです。この裁判の共同代表をしてたんですけども、美浜の会の小山秀樹さんが、共同代表のもう一人ですけども、彼が彼が仕事してます。はい。で、今は、控訴審を争ってます。で、そこでは非常に面白くて、地裁で、断られた、要するに、原告の言い分を、拒否した部分の さらに二つの大きな問題点も、取り上げてもらってるので、今三つの問題点が取り上げられてます。一つは、福島から学んだ教訓で、過去の地震の平均よりもっと厳しいものを見なさいっていうこと。それで、地裁原発では勝ったんですけども、そのことと、あともう一つは、大事故が起こった時に、福島のように、汚染水が出てしまうんじゃないかっていう問題と、あと、この今申し上げた敷地内の断層の問題についても、裁判所としては、聞きたいと内容をって言ってるので、今、控訴審を争ってます。で、最後に申し上げたいんですけども、今までの方々のお話を全部こうまとめていくと、本当に全部つながってると思います。で、やはり、おしどりまこさんが言ったように、福島のことから何が学べるかっていうと、やっぱり、例えば過去の水俣で、水俣の対策ちゃんとしなかったから、新潟でも水俣病が起こった。だから福島、のことをきちっと取り上げなければもう次の大きな事故が起こってしまうってそうならないようにとか、あと野村さんがお話しした核燃料サイクル、今その大間原発とかそれから最終処分とかそこで皆さん戦ってますけども、やっぱりこの福井の現場でも MOX 燃料を止めればそういう大間とかそういうのも、建てられなくなることにつながるので、そこで頑張らなければいけないと思います。そしてやっぱり武藤さんが話したことですけども、国際協力研究、機関ですか、研究の拠点を作るっていうことを言ってますけども、それこそ疫学をちゃんとして福島の県民をどう守るかとか、市民がどういうふうに救済を求められるかの研究とか、それからいかに市民の声を聞くかっていう研究とか、それから避難計画はいかにできないかっていうことをしっかり検証する研究とか、それから原発を続けるっていうのは結局温暖化対策のためにならないという、そういうことを研究する場所を作っていかなければいけないので、そのように方向に行くように市民がどんどん頑張っていければというふうに思います。どうもありがとうございました。アイリーン・スミスさん、大変ありがとうございました。駆け足で報告させて申し訳ありません。なかなか私たちこっちの関東の方に暮らしているので、この若さの原発の問題いろいろ気にはなっているんですが、よくわからないことがたくさんありました。ありがとうございました。それではですね、今日今まで戦いの現場からということでお話をいただいたんですが、今度は国政の現場からということで、脱原発の実現に向けてご発言をいただきたいというふうに思います。それではですね、最初に立憲民主党衆議院議員の大河原雅子さん、ご発言お願いいたします。大河原さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。音は入っておりますでしょうか。はい、入ってます。少しご無沙汰をしてしまいましたが、大河原雅子でございます。
先の総選挙で東京21区から立候補いたしました。春に、思いがけない脳出血ということで、未だ左の手足に麻痺が残っておりまして、選挙にも車椅子で出馬をするという、そんな状況でございました。今日は脱原発を目指す女たちの会の、もう10年経つのかと、本当に時間の経過と、そしてそれに対する解決の遠さに、まあ、本当に胸がチクチク痛みます。しかし私も、まあ、今年は命拾いもして、そして、比例区での当選となりましたが、2期目の活動をスタートすることができまして、このチャンスを必ず生かしていこうと思っています。立憲民主党は皆さんに作っていただいた結党の当初から、この原発に依存しない社会を作る、再生可能エネルギーでこの国を立て直す、経済も立て直す、そのことをお約束してできた党でございます。みんなで作った原発ゼロ法案も棚ざらしのまま、何ら議論もしてもらえず、まあ、政府与党の皆さんもはじめとして審議拒否にあっている状況、全く国民の声を無視している政権と、その誠意のなさ、また非科学的な根拠のない自信といいますか、安心というか、まさにもう思考停止されているエネルギーを作るために原発がなくてはダメなんだという、本当に刷り込みが激しくて、それをどうやって払拭していくのか、むしろ作られてしまったこの国のエネルギー政策の幻想に、まさに原発神話に逆戻りしない、そうした地道な、そして日々の、またおしどりまこさんの言葉でさらにですね、改めて半径5メートルのこの生活の中から一人一人が変えていく、そのことを再度固く決意しなくてはならない時が来てるんだというふうに思っております。今日はまさに戦いの現場からいろんなことを提起していただきました。岸田政権に、なってもこの日本のエネルギー政策は大きく変わることなく、そして突然2030年のカーボンニュートラル、言っただけで何かもう一歩でも進んだと思っていた菅政権が亡くなりましたけれども、安倍菅岸田と続いても根本的な解決、根本的な方針が変わったわけではありませんので、改めて2期目に当選をさせていただいた私の活動も、この立憲民主党の原点しっかりと捉えた、そうした活動をしていきたいというふうに改めて思っております。特に健康被害、まあ、原発、この福島の原発事故関連死というものも大変多くて、それは今コロナ禍にありまして、生活、命が脅かされる、そうした中で生きることさえ諦めてしまう、諦めざるを得ないような状況に追い込まれる、このことがずっと続いているわけです。日本に自然災害がこれほど多く、また火山列島ですから、このところ続いている各地での地震においても、まず頭に、不安がよぎるのは、原発はどうなってるかしら、多くの方が不安を感じられているのではないでしょうか。世界に大変大きな影響を及ぼした福島の過酷事故、これを私たち被害当事者国である私たちが
無視しているという状況こそ最悪の思考停止だというふうに思います。さっきの立憲民主党代表選挙におきまして、泉さんが代表となり、立憲民主党は改めて再起動、再稼働ではなく再起動して、立憲民主党の結党の原点に戻って、しっかりと皆さんの声を聞き、そして大変重要な課題でございますので、内外の知見を集め、長期的にも、そして中長期にわたるビジョンを策定をする。これが約束、公約となっております。このことをしっかりとやっていくためにも、私は皆さんとさらにつながり、日本の取るべき中長期政策、エネルギー、環境、エネルギー政策をしっかり国民の声を受け止めた、一人一人の国民が納得できるものにさせていくということで働いていきたいと思っております。久しぶりの皆さんとのこのオンラインの会議に参加をさせていただきまして、大変嬉しく思います。今日は本当に皆様のお声を聞かせていただき、そしてまた私もこのような状況ではございますけれども、改めてこの脱原発、もう私たちは近原発と私は思っておりますけれども、そこに注力することを皆様にお約束をさせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。頑張ります。岡原雅子さん、ありがとうございました。私も本当に岡原雅子さんがもう一度国会議員として戦っていただけるということ、本当に嬉しいなと思っています。特にですね、やっぱり老朽原発の指摘もされましたし、新しいエネルギー、再生可能エネルギーを中心にして、経済発展をしていく。で、脱原発を実現する。そういったことに、頑張っていただければいいな、というふうに期待をしております。岡原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、続きましてですね、最後のご発言になりますけども、社民党参議院議員の福島みずほさんに、国会の状況や、その他のことについて報告をいただきたいと思います。福島さん、よろしくお願いします。はい。どうも皆さん、こんにちは。脱原発を目指す女たちの会10周年、本当におめでとうございます。たくさんの皆さんと、私もその中の一人ですが、超党派で、というか市民のたくさんの皆さんと、10年前に女たちで、やはり声を上げようというふうに作ったこと、それ意味が大変ありましたし、この10年間の活動、心から敬意を表します。また、何としても一日でも早く脱原発を実現できるよう、共に力を合わせていきたいというふうに思っています。今日の6名の皆さんたちのそれぞれの話、本当に素晴らしかったです。たくさんの皆さんと共有をして、もちろんこれ以外の各地域もあるわけですが、本当に力を合わせてやっていきたいというふうに思いました。で、国会や政治の話を、ぜひ聞いてください。先ほど大河原さんからもありました、立憲野党で、原発ゼロ法案国会に提出をしていますが、棚ざらしで議論になっていません。何としても、これ政府か国会かどちらかが政治の意思決定で脱原発を実現するというふうに舵を切ることができるように、知恵を使い、たくさんの皆さんとこじ開けて変えていきたいというふうに思っています。で、ドイツは今度ドイツ社民党と緑の党と自由民主党の連立政権、赤、緑、黄色、信号機内閣とも言われていますが、脱原発はすでに決定をしていて、2038年、石炭火力発電所ゼロを、2030年にゼロにすると前倒しにしました。これと同じように社民党も脱原発、脱炭素、そして省エネ、再生エネルギーで、エネルギーを賄うということを言っております。ただ、
政治の場面はものすごい危機感を持っておりまして、一緒に変えなければと思っています。というのは、岸田内閣になり、初めは甘利さんが幹事長だったわけですが、とりわけ原発推進を、全面的に出す内閣になったと思っています。エネルギーミックスの中で原発が必要だっていうことをやっぱり言っていく、やっぱりちょっとおとなしくしていたのが、おとなしくて変ですが、もう明確に原発推進と政治の場面でなっていることに、本当に危機感を感じています。で、グラスゴーで国際会議がありました。そこで FOE の皆さんや日本からの NGO も大変そこで原発が答えではないということを言っていますが、もちろん気候危機の問題に対応しなければならないけれども、決して原発はその答えではない。私自身はこのように原発推進をやっていたら、近未来でもう一回日本で原発事故が起きるのではないかということをとても思っています。先ほどアイリン・スミスさんからもありましたが、本当に世界の1割地震の世界の地震の1割が日本で起きているわけで、最近もいろんな地震が起きています。もう一回原発事故を私たちは絶対に経験、過酷事故を経験してはならないという立場でやっていきたいと思っています。で、取り組み等についてちょっと聞いてください。いろんな行政交渉もやっていますが、一つはこの間実は福井県庁に行って、福井県知事に対して、原発依存しないように、原発をやめてほしいという申し入れ要望書を出しました。部長が対応してくれたんですね。で、そこでもちろん、はい、要するにまさにど真ん中の、に要望書を持っていくわけで、そこではしかし国策に協力をしてきたわけでということなんですね。本当私はもう原発無理ではないかというかですね、もし政府が政治がきちっとこういう形で交付金買えますよ、こういう形で廃炉ビジネスやりますよ、こういう形で地元をちゃんと産業の転換含め支援しますよというのがきっちり示されたら、それは地元も乗るんじゃないかということを思っています。ですから今までも何度かやっていますが、原発自治体に対してこういう形で可能なんだっていうことをですね、もっともっと対話をしていくとか、アピールしていくっていうようなことを大いにやっていきたいと思っています。東京新聞の昨日にありましたけれど、先ほど大川陽子さんからもあった東海第二の差し止めの判決に関して茨城県が出している候補紙に全く載ってないっていうことが取り上げられていました。原発立地権との本当に対話を、国会議員として社民党としてもしっかり、それぞれとこうちゃんとやっていく、でその中で、変えていくことのきっかけをですね、大いに作っていきたいと思っています。二つ目は国会の中の質問や交渉です。質問で先ほど冒頭のおしどりまこさんが東電の劣化ということをおっしゃっていました。で、今年、この間の通常国会の予算委員会でも私も質問しましたが、柏崎刈羽原発における不祥事の問題や、それから驚いたんですが、福島原発の弁とは実はトンネルがつながってないということが分かったということなどを、いろんなことを質問をしました。そもそも、震度計が設置されてなかったんですよね。だからこの間の地震でどうなってるかが分からない。もう今いくらなんでも設置されてると思いますが、各各作用に様々なことで本当にちゃんとされてないという、柏崎刈羽原発も再稼働ありえないというふうにも思っています。あんなに必死で弁当をやるんだってやったのに、弁当の中に煙突が通ってない。で、これが分かったのは、東電が資料を出さないので、これ規制庁に聞いたんですが、規制庁が決死の覚悟でそのいろんな図面があるところに行って図面を持って帰ってきたら、そういう図面だったっていうことでですね、10年目に分かった真実みたいなこともたくさんあり、こんなひどい状況で原発を動かしていたのかというふうにも思っています。
今日6人の方の話を聞きながら改めて、まあ、行政交渉今度核のゴミでもやりますし汚染水などもしょっちゅうあるいはこの間も住居の打ち切りに関してぜひ財務省復興庁、福島県、などの知恵を出してくださいよと立ち退きで裁判やればいいんだっていうんじゃなくって、まあ大体、まあ、立ち退きが良くないですが代替施設の提供やいろんなことなど知恵を出してくれって頼んだんですが少しでも進むようにと思っています。で裁判への支援です。先ほど大川さん、アイリンさん、それから武藤さん、まあ、皆さんからみんな野村さんや皆さんからも本当にありました。裁判を全面的に応援しながらその裁判で得たものを国会の質問に生かして果敢に頑張っていきたいと思っています。東電福島原発事故の刑事裁判も本当に応援をしたいと武藤さんたちの頑張りで不起訴になった後検察審査会で不起訴不当で今刑事裁判控訴審ですがいろんな資料が出てきたことは皆さんご存知の通りです。これが全体のやっぱり裁判やなりわい訴訟も変えたと思っています。で株主代表訴訟で東京地裁が初めて東電の視察実質上の視察をやりました。この株主代表訴訟も応援したいです。今日の話にもありましたけれど東電福島原発事故がなぜ起きたのかそしてこの事故に関して誰も刑事民事責任を取っていません。これは原発事故を起こした責任をちゃんと取ってもらうというところからやっぱり始めなければならないというふうに思っています。で全国のさまざまな裁判アイリンさんからもありましたけれども全国本当に凄まじい努力で頑張って勝訴判決を得たり裁判で獲得したものがあります。それをもっと国会の中に還流させてですねしっかり質問をしていきたいというふうに思っています。でドイツが脱原発、脱炭素に大きくもっと前倒ししてやっていくことなどを見ていて、日本の政治をこそ本当に変えたいというふうに思っています。気候危機も問題だけれども、みんなで原発は答えではないっていうことをもっと大きな声で言っていきたいと思っています。メディアやいろんな動きも本当に声を上げないと大変なことになると、3.11 などなかったかのように復興一色で済まされては本当にたまらないというふうに思っています。今日の10周年をきっかけに、本当に日本の政治の中で政府が、あるいは国会がどちらかが脱原発の意思決定をして原発立地自治体に対してこういうことができるよっていうようなことを示すことができるよう頑張りたいと思います。今日皆さんの話を聞いてものすごく元気をもらいました。原発立地自治体との対話、原発推進しないこと、国会の中での質問、委員会での質問や行政交渉頑張ります。たくさんの皆さんの市民の力で絶対に日本で原発、脱原発を実現するよう本当に頑張っていきたいと思います。近未来、それが実現できるように一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、福島みずほさん、大変ありがとうございました。私たちもですね、国会議員大河原雅子さん、福島みずほさんと手をつないでですね、やっぱり脱原発を実現していきたいなというふうに思っています。ご参加の皆さん本当にありがとうございました。2時から始めてもう2時間経ってしまいまして、この辺で今日の集会を終わりにしたいと思いますけれども、やはり私もすごく感じましたのは、本当に市民が関心はあるんだけれども、具体的にこう、表明しないようになっている。そして、またメディアがそれを伝えない。なんかそういうのがこう悪い循環で続いてきてるな、みたいに思うんですけども、やっぱり多くの人は原発なしで暮らしたいというふうに、今でも考えているというふうに思います。ぜひそうした声を何とか大きくして、国会の議員の方たちとも、政党ともつながって、日本で脱原発を実現していくために、私たち、女たちの会も頑張っていきたいなというふうに思います。